こちらはザッケローニ監督ですね。その歓声に対して時折手を振る様子もありましたが、立ち止まることなく通り過ぎていきました。そして日本代表の選手たちも歓声に対して反応はするものの、笑顔はなくそのまま通り過ぎていくという様子がありました。まあ、この成田空港の到着ロビーにはおよそ400人から500人ほどのサポーターが集まっているという情報がありまして、このように大きな歓声が上がったんですが、選手の表情は一様に固くですね、やはりこの敗戦のショックというものがまだあるように感じられました。そしてこの到着ロビーに入りきらなかった方々もこの到着ロビーの上の階から見守りまして、まあ、一斉に歓声が上がったという様子ですね。このザッケローニ監督、まあ、ブラジルでは退任を表明しましたけれども、このようにファンの方々からですね、お疲れ様でしたという声もかけられまして、うん、ザッケローニ監督その声に反応するという様子もありました。なるほど。安村さん、選手たちにはどんな声がサポーターの皆さんからかかっていたんでしょうか。はい、やはりですね、まずお疲れ様でしたという声が一番多かったですね。そしてありがとうですとか、まあ、選手の名前を呼ぶ声というものがありました。はい、ただですね、あまりにも歓声が大きくてですね、その声を一つ一つ聞き取ることができないというような状況でした。それほど大きな歓声がこの成田空港の到着ロビー響きましたね。